こんにちは、松はいつも一人の松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのレスターが今置かれている財政難についてお話をしていこうかなと思っております。財政難のお話をですね、メインにお話はしていくんですけれども、まずはじめに、レスターの過去について軽くお話しさせていただいて、その後に、昨シーズンの結果、そして財政難という順番でちょっとお話ししていこうかなと思いますので、ぜひレスターに興味のある方々、レスターのサポーターの方々、違うチームのサポーターの方々も、興味のある方は最後までぜひ聞いていてください。はい、ということで、始めていきたいなと思うんですけれども、まずレスターの過去についてお話ししていきたいなと思うんですけれども、レスタープレミアリーグに昇格したのは14-15シーズンになってます。でそれよりも前はチャンピオンシップだったりとか、プレミアリーグに昇格する時もあれば、逆に3部に降格してしまうみたいな、こともあったりとか、とにかく浮き沈みの激しいチームという印象がありました。ほとんどの、プレミアリーグを、普段たくさん見られていた方々も、当時見られていた方々も、多分レスターっていうクラブに対しての印象って、昇格降格を続ける、ボトム10に沈む、チームなのかなっていう印象が、強かったのではないかなと思うんですよ。ただ、間違いなく変わったのは、14-15 シーズンにプレミアリーグに昇格して、昇格した最初のシーズンはですね、非常に苦労して、降格してもおかしくない順位にいたんですけど、なんとか残留して、でその翌年に15-16シーズンに、皆さんも知っての通り、ミラクルレスターを成し遂げるんですけれども、当時15-16シーズン見ていた頃は、僕は学生だったかな、学生を終えたのかな、ちょっとごめんなさい、どっちだったか忘れたんですけど、確か高校卒業したかしてないか、どっちかそのギリギリあたりだったと思うんですけど、驚いたんですよ。びっくりしました、本当に。僕はマンチェスターユナイテッド、プレミアリーグだとマンチェスターユナイテッドのサポーターで、違うリーグだと僕はバイエルンのサポーターなんですけれども、ユナイテッドはね、ファーガソンが退任した後ずっともうゴテゴテって言ってる状況なので、もう早どうにかしてくれよって思ってた中で、プレミアリーグのいわゆるシティだったりとか、リバプールだったり、チェルシーだったり、スパーズ、アーセナルとかね、こういったチームが上位に進出して、どこが優勝してもおかしくないってなってるところの中に、レスターが侵入してきて、そういったクラブを結果と力で、倒していく姿っていうのには、違うチームを応援している身からしても非常に痺れましたし、興奮しましたし、最終節なんかね、俺ってどこのチームのサポーターなんだろうって思うぐらい、レスターを本当に応援してましたから、今でも鮮明に覚えてますけれども、当時ね、僕コーヒー飲みながら見てたんですよ、確か。でコーヒーをね、自分のズボンにこぼすっていうね、思い出があるんですけど、優勝が決まった瞬間、おおって喜びすぎて、ちょっとコップをこう上下に揺らしてしまってね、それぐらい興奮させてもらったチームでもあり、今となってはもうプレミアリーグの常連であり、ヨーロッパのコンペティションにも出るような、強豪クラブという認識が、もう今となっては根強いというか、ついてるのかなっていう、クラブなんですけども、で、ここで、先ほども話しました、財政難になるんですけれども、昨シーズン、2021-2022 シーズンの、結果っていうのがですね、レスターの、ポテンシャルというか、レスターっていうクラブの、ことを考えると、ちょっと物足りない、シーズンになってしまったんですよね。で、ここ近年やっぱりプレミアリーグが非常にレベルが上がってきたことによって、チャンピオンズリーグ圏内っていうのを確保するのは、レスターほどのポテンシャルを持っていたとしても、正直に言うと難しいです。本当に難しい。ヨーロッパリーグだったりとか、カンファレンスリーグを、目指すのが、ベストというか、今の段階では、狙える位置になるのかなっていうのが、僕の認識ではあるんですけれども、昨シーズンはですね、プレミアリーグ8位という順位で終えまして、ヨーロッパリーグも出ていたんですけれども、グループステージで、早期敗退してしまい、でカンファレンスリーグに移ったんですけれども、優勝を成し遂げたローマに敗戦して、しまうということになったんですね。で、ヨーロッパのコンペティションで、結果を残せなかった、
でプラスプレミアリーグでは8位に終わってしまったことで、来シーズンに関しては、来シーズンというかもう今シーズンと言っていいかなに関してはもうヨーロッパのコンペティションには出れない。だからそういったところに出ることを計算した収益を見込めないということなんですよ。でプラスそこにまあコロナウイルスだったりとか、ここ近年まあ多くの娯楽が出てきたことによる、サッカーファンの減少とかね、まあ、よく言われますけれども、まあ、そういったことのまあ多少なる影響みたいなものも出てて、まあ、レスターはやっぱりお金の資金、お金の面で、資金繰りがちょっと難しくなってきたと。でその結果昨シーズンの損失額っていうのが9000万ポンド、まあ、日本円でだいたい150億円と、まあ、言われてるんですけども、まあ、そういった金額が出てしまったと。同じくねプレミアリーグには、まあ、エバートンっていうね、まあ、600億近い、損失、まあ、負債を抱えているクラブもあるので、まあ、そこに比べたらマシだろうと、まあ、確かにそうなんですけど、まあ、とは言っても、まあそう簡単にやすやすとね、まあ、解決できるほどの、まあ状況ではないので、レスターとしては、この損失額だったりとか、マイナスになっているところを、黒字にして、やっていかなければならないので、そこでやっぱり、まあ、明確に出ているのが、主力の放出と、まあ、いうところなんですね。すでに、カスパー・シュマイケル、長らく、レスターの正守護神を務めてミラクルレスターの立役者でもある彼が、フランスのニースへと移籍が決まりました。で他で言うと出ていった選手というかね、まあ、レンタルで戻っていったっていう感じなんですけれども、ルックマンが、ライプツヒに戻りました。だから現時点では2人がいなくなったのかな。で補強という面で言ったら補強はないんですけど、一応トリノにレンタルで行っていたデニス・プラートが戻ってきたのかな。それぐらいなんですよ、まあ、というか、まあ、損失額が出ている時点で補強に動けない。そう簡単にまずはお金を作らなければならないので、でその中でまたプラスで狙われているのが、ティーレマンス、マディソン、そしてフォファナ。フォファナに関してはチェルシーから、まあ、相当狙われてて、もしかしたらこのラジオが出ている頃には相当契約の話が進んでいるかもしれないし、もしかしたら公式発表が出ているかもしれない。まあ、多分時間の問題だと思います本当に。でマディソンに関しても、まあ、彼はな年俸のところもあるし、ニューカッスルから狙われていて、まあ、ニューカッスルは今資金もねオーナーが変わったこともあったりとかで、まあ実力をつけていることもあって、まあ、お金をたくさん使ったチームに今強化してるんでね、そこに、まあ、レスターの中心で10番を背負っている、まあ、マディソンを加えたいということで狙っていると。でお金もしっかりと出すみたいなので、まあ、お金が欲しいレスターにとっては、まあ、首を縦に振ってもおかしくない。でティーレマンスに関しても同様で、非常に人気銘柄なので、まあ、まあアーセナルだったり、まあ、マンチェスター・ユナイテッドだったり、まあ、この辺りからも狙われている。で確かにこの辺りの選手を出すと、まあ、お金はしっかりと確保できるので、その辺の損失額の部分はしっかりと補えるであろうと、まあ、言われてはいます。ただやっぱり彼らを出してしまうと、まあ、チームの中心的な選手になるので、まあ、大きく戦力ダウンしてしまうことは考えられますよね。でそれこそやっぱり昨シーズン取れなかったヨーロッパリーグだったりとかカンファレンスリーグの出場権の獲得だったり、まあ、プレミアリーグの上位進出だったりとか、その辺をやっぱりもう一度目指していくっていう状況になっているので今の段階だと。でその中でやっぱ主力が抜けると、まあ、現実味をさらにちょっとこう帯びなくなってしまう。なかなか本当にレスターにとってはちょっとつらい状況に今も差し掛かっているっていうところなんですよね。でさらにそこでちょっとね、マイナス的な追い風になっているのがライカ契約満了になってしまう選手の、まあ、多さなんですよ。で一応来年の夏で契約満了になってしまう選手が6人いるんですけど、僕が調べた情報によると、リカルド・ペレイラ、アヨセ・ペレス、ジョニー・エヴァンス、そしてソユンジュ、そしてバートランド、そしてジェイミー・バーディという形になります。で、まあ、ソユンジュなんかは昨シーズン稼働してましたし、まあ、エヴァンスは昨シーズン怪我で、リカルド・ペレイラもまあ怪我があったりとかしながらも主力中の主力で、アヨセ・ペレスもまあ状況に応じて使われたりターンオーバーされながら使われてたんで主力で、バートランドも、まあシーズン序盤は結構使われてたんですけども、まあ、出番は、ね、ある程度失ったりとかしましたけれども、まあ、でも戦力として数えているし、でバーディーに関してはもうこのチームの心臓というかね、もうメンタルですから、
彼の契約も切れそうだと。で、まあ、彼らとまあね、まあ、契約延長すればいいじゃないかっていう話なんですけど、いや契約延長するということは、まあ、彼らの年俸を来年以降も払わなければならないということなんですよね。で当然やっぱりバーディーだったりとか、まあ、そういうのもそうですけれども、年俸はある程度しっかりとしてますから、レスターからすると、まあ、これだけ負債というかね、損失額を出してしまった昨シーズン、売上高と給与バランスのところでこういった損失額が出ているので、やっぱり給与の高い選手とかはちょっと、まあ、なかなかそう簡単に、まあ、契約延長もできない、プラス契約年数が迫っているっていうことになると、もし今このまま契約延長せずに、じゃあ来シーズンも戦ってくれとなった場合、戦ってもらえますけれども、その先でフリーで出ていかれてしまいますよね。でプラスお金になってもおかしくない選手がタダで出ていかれてしまうので、レスターからすると一銭も入らない状況になってしまうと。もちろんこの選手を抱えた中で来シーズン、ヨーロッパリーグだったりとかを確保できた場合、その後に契約延長みたいなことをまとめることもできるけれども、フリーになった選手っていうのは移籍金がかからない分年俸アップする傾向が高いんですよ。まあ、過去にも本当にたくさんそういった契約がありますけれども、だからそこを見られる可能性もあるんですね。やっぱりチームへの愛情っていうのが、まあ、ある選手もあるし、まあ、そこをね、割り切ってる人もいるし、やっぱり個人事業主同士の契約になるので、その辺はやっぱシビアなんですよね。プロ同士の契約なんで、お金はやっぱシビアにいかないとダメなんでね。なのでやっぱりお金にするならば今出さないとダメだし、契約延長するならするでまとめないとダメだし、金銭のところも契約で、まとめていかなければならないし、落としどころを見つけていかなければならない。だから狙われてる選手もいるし、主力がめちゃめちゃ狙われてるし、プラス戦力として数えてる選手たちも出すか出さないかを決めなければならない瀬戸際に今迫ってきていると。だから本当にね、判断を下すべきところがちょっと多すぎて、まあ、レスター今めちゃめちゃ大変だと思うんですよ。だ本当にね、まあ、僕はやっぱレスターにはプレミアリーグで上位進出をどんどん目指してほしいクラブだと思ってるし、ヨーロッパリーグに出て叱るべきクラブだと思ってるので、まあ、8位で終わってしまったことっていうのはね、非常に残念だと思うんですけれども、やっぱり怪我人が出たりしたことによってね、まあ、あの結果っていうのはやっぱ変わってくるんで、まあ、昨シーズンは仕方ないところもあるんですけども、やっぱりね、やっぱり心配というかかわいそうだなって思うのはやっぱレスターもそうですけれども、まあ、レスターのサポーターの方々、やっぱり非常にやっぱこのチームを愛しているでしょうし、大好きだからこそね、強くなってほしいっていう気持ちもあるでしょうけれども、やっぱりこういうクラブの状況とかを考えるとね、やっぱり主力の放出を避けられない状況だし、上位進出っていうのもね、まあ、そう簡単には難しいですから今のプレミアリーグは、ね、なんか本当にメンタル的にも結構しんどそうだなって思うんですけれども、ね、ちょっとまあ本当大変だと思います。本当に、まあ、ちょっと、ね、第三者的な目線でしか見れないですけど、でプラス、リカルド・ペレイラが怪我したでしょ、アキレス腱断裂かな、で怪我したんで、これもね、まあね、まあ、大変だし、ちょっとね、なんて言うんだろう、嫌なことがちょっと続いてますよね、今のレスターね。でね、一応、まあ、昨シーズンのレスターの、まあ、戦い方というか、まあ、基本布陣の話をしていきたいなと思うんですけど、昨シーズンレスターって、まあ、4-2-3-1 と 4-1-4-1 を多分使い分けて戦ってたのが多いかなっていう印象があるんですね。で、まあ、一応 4-1-4-1 で紹介しましょうか。まあ、フォファナだったりとかエバンスだったりとかは、まあ、怪我でいなかったりしたこともあったので、まあ、怪我でいなかった選手は抜きますね。で、昨シーズン、まあ、4-1-4-1 でゴールキーパーシュマイケルで、4バック右からカスターニュで、アマーティ・ソユンジュで、トーマスがいたかな、左にで、まあ、アンカーの位置に、まあ、メンディーが入って、で右にマディソンで、インサイドはティーレマンスとデュースバリーホールで、左はバーンズが入ることが多くて、でワントップはバーディーだったりとか、まあ、イヘアナチョだったりとか、まあ、この辺りが使われるってことですかね。まあ、スマレだったりとか、まあ、エンディディもいますと。エンディディもね、まあ、状況によっていなかったりしたんですけど、はい、でこの中で、まあ、中軸を担っているいわゆる背骨の部分と言われるのが、まあ、縦ラインですよね。真ん中のラインなんですけど、バーディーは今契約来年の夏で切れそうです。でティーレマンス狙われそうです。まあ、デュースバリーホールは残ると思います。
でメンディも残るでしょう。ただエンディリーに関しては狙われてもおかしくありません。でマディソンも中に入ってきたり 4-2-3-1 だったらトップ下やることもあるんで、縦ラインの一人だと考えると彼も狙われてます。でセンターバックに関してはフォアナ、昨シーズン怪我でいませんでしたけれども、狙われてます。でアマーティと一応ソユンジが出てますけれども、昨シーズンは最終ラインの不安定さが露呈して、ヨーロッパリーグだったりとかを早急に敗退してますから、やっぱりフォファナだったりエバンスを軸に考えたいと思うんですね。でもやっと復帰した選手も狙われている。ただやっぱ出さないと資金が作れない。で、さらにゴールキーパーのシュマイケルはもうすでにニースへの移籍が決まっていると。だから背骨の部分ががっさり抜かれる可能性があるし、ほとんど抜けちゃうんですよね、下手したら。この状況は正直に言うと多分結果があまり出ないというか、もう相当難しい、ただでさえ選手が抜かれることって難しいですけど、補強すればいいじゃんとかね、確かにありますよ。でもお金を今作ることすら難しい状況になってる中で選手を取るのも難しいと。で資金も使えない中でいい選手を取れるのかって言われたらやっぱ難しい。それこそ僕のクラブの話を出しても申し訳ないんですけど、バイエルミュンヘン、ドイツのバイエルミュンヘン、僕大好きなんですけど、バイエルン昨シーズンですね、センターバックのアラバとボアテンが去ったんですね。で、リュカ・エルナンデスだったりとかウパメカノだったり、ニアンズだったり、パバールだったりとか、ズーレだったり、いわゆるこれからの、バイエルンのセンターバックを中心を担う選手たちが、ちょっと頑張ってたみたいなシーズンだったんですけど、最終ラインが非常に不安定で、失点も多かったんですよ、昨シーズンのバイエルンって。で、それ以上に、ビルドアップのところでちょっと、アラバがだったり、ボアテングが持っているような、その自分がパスを出した先を考えたパスだったりとか、一個遠いパスだったりとか、自分が持っているサイドからの逆サイドに飛ばすパス、大きく展開を出せるようなパスを出せる選手がいなくなったことによって、バイエルンは不安定になってしまったんですよ。いわゆる縦ライン、そこが抜けただけであれだけの内容になってしまったんですよ。ちょっとこう物足りない内容になってしまったんですね。で今回のこのレスターに考えると、その縦ラインがほとんど抜けてしまうとってなると、もうやる内容も見せられるフットボールのクオリティも全然変わってきますよね。なのでどういうふうにお金を作っていくのかは分かんないですよ。もう選手を売っていくしかないかもしれないし、別の方法があるなら別の方法を、模索しているのかもしれないけれども、当然そういう違反とかは当然できないし、やってしまうとどういうペナルティを食らうのか分からないし、もしかしたら今以上の何か最悪なペナルティを食らってしまう可能性もありますから、本当に今難しい判断を迫られている状況なんですよ。で僕過去に、レスターの特集を、出させてもらったことがあって、でその時っていうのはそのレスターが財政難になるっていう状況っていうのを僕しっかりと捉えられてなくって、そのラジオを投稿した時にコメントくださった視聴者の方々が教えてくださったんですよ。レスター今実は財政難でちょっと選手の補強とかも難しくて、選手を逆に主力を出さなければならない状況みたいですって教えてくださった方がいて、あ、そうなんだと、ちゃんと終えてなかったなと思って、現場の戦力しか見れてなかったなと思ってね。でそこから僕もある程度こうレスターのことを調べさせてもらったりとか、今こういう状況なんだ、誰々狙われてるの、やっぱそういう状況なんだっていうのをこう目で見て、理解するようになって、今こうしてまた僕の口からまたお話しさせていただいてるんですけど、とにかく、レスターが今置かれている状況っていうのは相当やばい、ちょっと危ないというか、ちょっとこう来シーズン戦う中でちょっと不安が残る状況だっていうのは、皆さんも理解できている方もいらっしゃるでしょうし、今僕がお話したことによって、知っていただいた方もいらっしゃると思うので、今まで通りのレスターっていうことにはいかないのかもしれないですけれども、過去にね、我々を、大きく、熱狂させてくれたクラブでもありますし、プレミアリーグ屈指の、実力者でもあるクラブなので、うまくね交渉だったりとか、お金がどうにかして、やりくりして作ることができたらいいなと思っております。やっぱりレスターがね、ビッグシックスと呼ばれるようなクラブを倒していく姿ってやっぱ見たいですからね。ということで、以上になります。本当に最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。プレミアリーグは、すでに開幕しておりますし、第一節が間もなく終了するかなというタイミングなんですけれども、このラジオがね投稿されている頃にはね、
はい、ということで、ね、各国リーグ始まって、まあ、楽しみ皆さんできていると思いますけれども、皆さんが思う、ね、レスターの、まあ、近況だったりとか、まあ、状況についてのコメントなどお待ちしているので、よろしくお願いいたします。あとですね、ぜひ最後にチャンネル登録と、あとはですね、私ツイッターインスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。